令和2年台風第19号は2020年10月に発生した台風。進路図10月27日3時にマリアナ諸島で熱帯低気圧が発生。合同台風警報センターは10月28日12時に熱帯低気圧番号 22W を割り当てた。22W は10月29日3時に北緯16度40分。 東京138度15分のフィリピンの東で台風となりアジア名コーニーと命名された。またフィリピン大気地球物理天文局は同日17時にフィリピン名ロリーと命名した。台風は10月30日0時に強い勢力、同日9時に非常に強い勢力に発達、同日16時に JTWC の解析で カテゴリー5となった。同日18時に猛烈な勢力となり、中心気圧は29日21時から30日21時までの24時間で75ヘクトパスカル低下した。11月1日3時、さらに中心気圧が下がって905ヘクトパスカルに達し、同日5時50分にカテゴリー5、猛烈な勢力を保ったままフィリピンのカタンドアネス。 東のバタ付近に上陸した。猛烈な勢力でフィリピンに上陸した台風は2018年の台風22号以来である。フィリピンに上陸後は急速に勢力を落として南シナ海に抜け11月6日3時に北緯14度00分、東経111度00分で熱帯低気圧に変わった。この台風は JTWC の解析で 上陸時の最大風速は秒速87メートルと2013年の台風30号や2016年の台風14号を上回り世界最強の上陸台風となった。台風の接近に伴いフィリピンでは約30万人超が避難を余儀なくされた。フィリピン大気地球物理天文局はカタンデュアネス州、南カマリネス州、ツールー州、 アルバイ州にシグナル5の警報を出した。ルソン島南部では暴風雨、洪水、土砂崩れの被害が発生した。アジア名、コーニーはこの台風限りで使用中止となった。台風19号では前年に日本に大水害をもたらしたハギビスに続く引退となった。ありがとうございます。